フランツ・ヨシアスは、ドイツ中林元地方の諸公の一人、ザクセン・コーブルクイコールザールフェルト公爵。ザクセンイコールザールフェルト公、ヨハン・エルンストと、その二番目の妻でバルデック・ビルドゥン・エンハク・ヨシアスの、娘であるシャルロッテ・ヨハンナの間の息子として生まれた。七百十八年に新生ローマ皇帝の軍隊に、士官し、七百十九年には四同盟戦争に従軍し、 フランカビッダの戦いアパレルもメッシーナの包囲に参加している。しかし1720年には父親の命令によりコーブルクの宮廷に戻された。1729年の父の死後、その遺言によりイボアニのクリスティアン・エルンストと一緒に公爵領を相続した。クリスティアン・エルンストが家族の反対を無視して帰遷結婚をしたため、1724年には 父ヨハン・エルンストが息子二人の共同統治を決めていたのだった。クリスティアン・エルンストはザールフェルトにフランツ・ヨシアスはコーブルクにそれぞれ宮廷を置いた。エルネスティン・家内の相続争いに関してフランツ・ヨシアスはザクセンイコールマイ人間公爵家のコーブルクに対する相続請求を1735年に最終的に退けザクセン・コーブルク公爵領に対する 支配権を正当なものとした。これ以後、ザクセンイコールザールフェルト公爵家は、ザクセン・コーブルクイコールザールフェルト公爵家と名乗るようになった。1745年に、イボアニ・クリスティアン・エルンストが死ぬと、フランツ・ヨシアスはコーブルクとザールフェルトの領宮廷の主人となった。1733年には、コーブルクとザールフェルトの二つの公爵領に、調子相続制を導入し、 これは1747年に新生ローマ皇帝の認可するところとなった。1750年から1755年まで、ザクセンバイマル公爵家の未成年の当主、エルンスト・アウグスト2世の摂政を務めた。公爵は、堂々たる退校支大生者だったが、フェーダーバールの最中の事故で、左目の視力を失っている。1764年にローダッハの城で死去し、 コーブルクのザンクトモーリッツ教会に葬られた。1723年にシュバルツブルクルードルシュタット、コールートビヒフリードリヒ一世の娘で受名にあたる、アンナ・ゾフィア・フォン、シュバルツルードと結婚し、間に6人の子供を設けた。ありがとうございます。